3, 2, 1 TKO Dance Channel。 このチャンネルではダンスに関するさまざまな知識を解説したり実践したりしていきます。皆様チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。はい、次に紹介するのはですね、大阪府立の、渋谷高等学校でいいのかな、はい、渋谷って書くんですよね。あの東京の渋谷と同じ、本当だ、ね、渋谷の学校みたい。そうですね、だけど大阪府立です、はい、ヒップホップですね、はい、さっきのチームとはだいぶ違う。お、うん、また違うヒップホップですね、うん、もうそうね、いわゆる俺たちが言うヒップホップってこういうやつみたいな。ザ、うん、あ、なんか服装もヒップホップとか、ね、そうだね、90年代の、うん、女の子ばっかりだね。そう、うん、男がやりそうなダンスだよね。そうですよね、やっぱつながってる、ね、じっと見てしまうね。いや、見ちゃいますねやりたい、私やりたい、こういうスタイル、やりたいです。ほんとちょっと男っぽいスタイルね、うん、かっこいいよね。かっこいい。はい、どうですか、渋谷高等学校は。いや、私好きですね、こういう。好き、うん、てかやってみたい、やったことが。ヒップホップやったことありますけど、うん、こういうなんか重い感じじゃなかった。そうですね、うん、なんかすごい、うん、重点音って言うんですか、音の取り方が。ああ、そうね、下に下にすごく体重を集めて重く見せる、うん、だからジャズとかだと上に引っ張って軽く見せる、ヒップホップの場合はあのこういうスタイルは下に下に引っ張って重く見せるっていう、うん、タイプのスタイルね。かっこいい。しかもなんか女の子多くて、そう、ね、これ全部女の子かな。でもなんか男の子がいたような、するんだ。このね、あの手が短いですかね。チームやっぱ上手だから、僕もあのチャンプルっていうテレビ番組とかにも出てもらったことあって、あ、うん、あ、女の子かな。全部女の子じゃないの。なんかさ、まあ言葉を選ばずに言えば、ほら衣装とかも派手でもないし、うん、ちょっと地味じゃない、なんか、うん、シンプル、もう私服みたいな感じですね。そうだよね、うん、だけどこのなんか、うん、みんなの余裕感がすごい、うん、ダンス感がすごくいいよね、うん、女の子ですね、うん、なんかいい意味で女の子の振りに見えないから。そうだね、うん、体めっちゃいっぱい使ってるし、かっこいい、うん、いい音の取り方するね、うん、直球勝負みたいな感じだな。そうですね、あんまり衣装とかも関係なく、演出もなく、もう踊るぜ、ダンスで、うんうん、私たち踊るみたいな、いいですね、とてもいいよね、うん、ね、そして退場の曲があるっていうのがすごいね、始まるかと思いますもん、うん、ね、ちょっとソロしてんだね。ああ、ちょっと踊ってんね、うん、ヒップホップだね、うん、僕らがヒップホップって言ってイメージするのはこういうやつだね、うん、最初にイメージするのね、うんうん、代表的な、そうそう、代表的なスタイルで、
ね、これ昔から何回か見させてもらってるけどずっとかっこいいんだよねこのチームもね、うん、渋谷と書いて渋谷ですね大阪府立渋谷高等学校ですね、はい、ですね。関連情報や続きの動画については下のコメント欄にリンクが貼ってあります。皆様ぜひチェックしてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。